今日は、お盆ですね。息子と湘南平に来ました。めっちゃ疲れる。これ初めて湘南平来たんですよね。すごい山道が、車の通りのすれ違いが厳しいぐらいに細い山道を通ってくるので知りませんでしたね。とりあえず登ります。山頂上なる向こうが茅ヶ崎でこっちが大磯。ああ疲れた。向こうに公園がある。あれが電波塔ってやつですね。疲れたな。こんな感じなんですね。向こうも向こうで街が見えるな。階段から上がってきたんですけど、駐車場ありましたね。階段登る必要なかったというね。悲しい。ちょっと何物買うか。暑い。レストランやってないっぽいですね。お盆だからかな。この時間そもそもやってないのかな。準備中。エレベーターありません。駐車場はでも結構埋まりやすい感じですね。おお、平塚が見えます。綺麗だ。緊張売ってる。緊張開けるとこありました。めっちゃ綺麗だ。上まで、今日もうちょっと上まで登れるっぽいですね。こう上に上がりました。これは綺麗。あれはなんだ、何の団地群なんでしょうかね。最上
はい、というわけで南京錠、思ったより2020年とかのやつがありましたね。すごい、めっちゃ来てみんな買ってるんですね。一口食べましたけども、マンゴー300円です。アイスクリームも食べ終わって、あのね、電波塔でしたっけ、見たら帰ります。ブランコ楽しそうだな。筋トレしてる人もいますね。近づいてみました。ちょっとね、あそこにお子さんいるから分かるんですけど、結構ね、登ってあそこの白いところまで行けることは分かったんですけど、ちょっとね大変だな。僕一人だったらいいですけど、近くまで行って眺めて、おっとっと、下はどうなってんだこれ。おー、セミの声がいいですね。今日はここら辺で、大体でも分かりました。結構歩いたな。まあね、やっぱ海が見えるのがいいですね。初めて来たけど、思ったよりその自然を感じられるというかで、いい場所ですね。こっからじゃ見えないか。ああ、でもあれ全部海ですね。こっちまで行くと江ノ島が見えるかもしれないけど、どうでしょうか。多分見えると思いますけど。こんなわけで、湘南平、終了です。帰ります。暑い。